はい、どうもこんにちは、こんばんは、ラウンズでございます。今日はですね、じゃじゃん、業スーで見つけてきましたラーメン、魚介豚骨醤油ラーメン。なんかもうちょっといろいろごちゃごちゃ、ちょっと情報が多いですけど、ラーメンの中でも、この魚介ね、魚介豚骨醤油ということで、なんていうか普通はなんか一つずつ別々じゃないですか。豚骨もあるし醤油もあるし魚介だしということで、なんか全部全部入りって感じだね。ダブルスープとかね、なんか書いてますけど、まあ、とりあえずね、ちょっと美味しそうだなと思って買ってきました。あ、ちなみに価格ね、価格200円、税込み200円だったかな。安いです、安いやつです。で、今日はこれを全部食べていきたいと思います。裏面はこんな感じですね。単純に、麺がこれに書いてますよね。麺が 80g、 400g ですね。今日はこれを一気に食べていきたいと思います。美味しい召し上がり方としては、鍋に 450mg、 まあ普通かな。で、3分茹でると、まあ、ちょっと今回大食いになるので2分でいこうかなと思います。まあ、あとはまあこんな感じですね。ということで、それでは開けてみましょうか。熱いです、熱い、汗かいてるの分かるこれ。熱い。いや、もうお湯沸かしてたね。だから、この熱気がね、熱気がすごい。お、何これ。ちょっと普通と違うぞ。中が透明だね。こんな感じ。何これ。5袋っていうか、5食入りラーメンでこう初めて見たかもしれない。いや、コストを抑えてんだよね。普通ね、あの、大手メーカーだと、中の袋も、一つ一つこうパッケージのこう印刷があるじゃないですか。透明です。こういうとこで押さえてですね、これ全部です、全部。うん、あとね、これ味ね、味はなんか他にもあった気がする。で、自分はとりあえず豚骨が好きなんで豚骨を買いましたって感じで、よく見ると豚骨だけじゃなくて豚骨醤油魚介とかなんかいろいろ入ってました。ということで、カラーですね。ビニールもこれね、他の大手メーカーのこの袋に比べるとなんかこう薄いチャチー感はある。だからこういうところでコストを抑えて、あとラーメンが美味しければ最高ですけどね。あの 5食で200円ぐらいだと結構イオンとかにもね、あのトライアルとかにもあるんですけど、そこのラーメンと比べてどうなのかなといった感じです。ということで、まずスープから作っていきましょうか。まずね、スープはもうこれをもうとりあえず全部使うんで5袋全部やっちゃいます。まあ、言ってもね、200円なんだよね。まあ、この辺はコスパいいなという感じですけども、ね。開け口。一応ね、こう切り口が深くありますね。で、魚介。はい。で、ラーメンのスープの素ね。これを、まあ、これ3袋分ぐらい作っておきましょうか。うん。粉はね、意外と凝縮されてるのか分かんないけど、思ったよりちょっとなんか量が少ないなといったイメージです。ちなみに4袋入れました。4袋ね。そしてちなみに、先にこのニンニクですね、3かけ先にすりつぶしてというかすって入れておきます。後から入れると麺が伸びたりとか、あとなんていうか、やっぱ火をちょっと通すことによって辛みが減るのよ。ニンニクの風味が一番残るというか、そんな感じですね。なので自分はこうラーメンを作って、こうスープをね作ってる時にニンニクをこうやってすりつぶしておくことが多いです。重さがね、200g ね、200g。 そして中こんな感じ、さっきのラーメンのスープ4袋ね、4袋とニンニク3かけぐらい入ってます。はい。で、あと今お湯がもうそろそろ沸きそうなんで入れますか。さっきにスープね、今 200g なんで、お湯をね、800cc か入れるんで、ちょうどメーター上で1キロかになればなというところですね。お湯がね、沸いてます。これで入れると、なんか危険な香りがするな、ちょっと待って。危険な香りがするな。こんなもんでどうでしょう。今800か、もうちょいですね。こんなもんでよろしいでしょうか。ちょうど1キロちょうど1キロです。これね、今ちょっとまあね、お湯入れてスープの香りが出てるんですけど、なんだろう、複雑な香り。だ、全部入りだからさ、豚骨も醤油も魚介が強いんだよね。なんか複雑な香り。メインは魚介。うん。魚介スープの、なんか粉末があるじゃないですか。魚介の粉みたいな。
あれの香りがすごいしますね。それで麺を茹でますか。それでは麺を茹でていきたいと思います。まあほぼ沸騰状態なんで、このままもう5袋ですね。1、2、3、4、5。はい、まあ、今入れた感じだとどうかな、麺が安いか高いか、まあ、この時点では分かんないね。どうでしょう、今火力全開なんですけどね、さすがにお湯の量が多いのでなかなかこうあれですね。あ、でもすぐ柔らかくなるんで、もう柔らかいです。まだ1分も経ってないけど、もう柔らかいんで、おそらく 水というかお湯をね吸いやすいタイプかなと思います。あんまりやると形崩れるんで、熱いとりあえず熱いなぜラーメンなんだって感じだね。そうめんの方が良かったね。もう今1分20秒ぐらい経ちましたけど、1分20秒でこんだけ柔らかくなるっていうのはやっぱ吸いやすいね。あの普通のなんか大手のやつに比べるとちょっとこう柔らかくなるのが早いんで、結構固めで やらないとおそらくね、あの多分柔らかくなりすぎるかなと思います。はい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 、2分3分だけど2分で終わりすぎました。ダル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 、せーの、ダルオーキングスタンド、ね、ちょっとまあ見えないですけども、とりあえず完成です。で、部屋に持ってて食べましょうか。後で合わせます。今入れると伸びるんで、ね、はい、ということで部屋に持ってきました。あっちあっちで、あっちで、ね、ちょっとね、氷がちょっとないんですけど、あのジュースはねバッチリ冷えてるので、ちょっとジュースでとりあえず一杯喉を潤したいと思います。やばい、もう超絶熱い、汗がやばい。いや、もうピークの時に比べたら多分だいぶ涼しくなってるんですけど、なんていうのか、やっぱり火をね使うと、早くラーメン食いよと思うかしら、熱いね。ああ、復活です。今日はもうシンプルですね。もうさっきのあのスープ、ちょっと傾けるのがスープに今麺、なんかあのつけ麺みたいになってますけど、はい、ということでいただきます。ちょっとつけ麺ではないけどね、まず こっちに一旦入れて、ラーメンにします。ラーメンこうやらないと伸びるのよ。部屋まで持ってきてこうやってカメラとか設置してる間にやっぱ時間経つんでね、撮影とかじゃなければそのままね入れて食べるのも全然ありなんだけど、やっぱどうしてもちょっとカメラとか設置時間かかるんでね、しょうがないこれでもしょうがない。とりあえずまあ3分の1ぐらい入れたかな。香りはまあ、さっきニンニク入れたらニンニクの香りもするけど、魚介の香りがすごいです、うん、麺は今見える限りだと普通かな。ということで湯気出てますよね。はい、ということでいただきます。まず麺ですね。麺はまあやっぱりこう200円の安い、やっぱ200円の麺の感じですかね。もうねめちゃくちゃ柔らかいです。でスープは何だろう、豚骨、うん、なんか味噌ラーメンの味なんだけど、なんか間違ってる。あの札幌一番味噌ラーメンのなんかあれをベースに、なんかこう魚介の粉を入れた的な、なんか豚骨の味はない。醤油も入って、まあ、醤油と味噌ってさ、もともとね似たような感じですから、大豆使ってるね。醤油がなんとかあるかな、なんか味噌って感じなんだよね。麺のクオリティは5食200円のクオリティとあまり変わらない、だからスープがこうなんか一つのこう豚骨に絞ってないんだよ。だからね、魚介、ね、豚骨醤油みたいな、
なんかごちゃ混ぜだからっていうのかな、なんか味が定まらない、何味なんだろうって感じ。何も言われずこれ食べたら、あれ味噌ラーメンですねって多分言っちゃうと思う。味噌ラーメンなんですよね。ただ麺は200円の麺っちゃ麺なんだけど、まあ改良、多少なりでも改良されてるのか、まあその中ではまあ美味しい方かなみたいな。でも本当に柔らかい、もう多分時間経ったりもあるけど、もうめちゃくちゃ柔めになってます今ね。口の中に入れて一番最初に来るのは魚介です。魚介で、その後にニンニクが来るか、でその後になんか味噌っぽいんだよ味噌っぽいんだよ。全体的に言うと200円、5食200円のラーメンの中ではもう美味しい方になるんじゃないかな。まあ、他のが最近食べてないんで分かんないけど、まあまあなんか昔なんか食べた200円のラーメン一時食べてたことあるんですよ。あのマックスバリューのやつとかで、ああいうね比べるとまだもちろん美味しい気がしますね。一番はとにかく魚介がもうすごいきます。とりあえず今入ってる分全部食べたので、追加麺ですね。麺がつくんだよねこれ、一回濡らせばねいいんですけど、分かりづらいね、こんな感じ麺がついちゃうんですよ。ザルに入れるとね、どのザル使っても一緒。このステンレスが多分まあ一番マシなぐらいじゃないかな。当たる面積が少ない、ね、あの白いなんていうのプラスチックのザルだと当たる面積が多いんで、ステンレスのこの網目状のやつの方がこうね接点が小さいというか、このザルの中でもステンレスのこのね細かい網の方がおそらくつきにくいと思います。もうあと半分もないかということで、ちょっと味変で実はこういうものを持ってきました。業スーで売ってるネギ油ですね。これをラーメンに入れてもまたねちょっと美味しいんですよ。美味しい、入れすぎた、 5cc ぐらいでいい個人的に、はい、ということで多分あと2玉ちょっとぐらいあるのかな、はい、ということで追加分いただきます。まあラーメンネギ合いますからね。ネギ油って結構いろんなラーメン入れるけど合うんですよ。これまたねいい感じです。ということで、全部食べ終わりました。あのスープは残ってます。スープはさすがに飲みきれない。麺はねとりあえずあの 400g ですか、全部食べました。ごちそうさまでございました。スープまではちょっと全部無理です。はい、200円としては、まあ、コスパとしてはいいのかなという感じです。ただ他の味もあったんで、まあ、それ食べてみないとわからないですけど、これを食べる限り魚介の魚粉の香りがまず一番にきます。めっちゃくちゃくる魚介とか魚粉の香りがすごいんですよ。食べてもそう、麺を食べても魚粉ね、魚粉の香りがうわっときて、でその後に来るのは、まあ、今回ニンニク入れたらニンニクなんですけど、普通にスープの味が来るのが豚骨醤油なのになぜかなんか味噌の味がする、味噌ラーメンの味がするんですよ。魚介が一番強いのは間違いないんですけど、その次に来るのはなぜか味噌ラーメンの味噌の味が来るんですよね。なんか豚骨醤油なんだけど、って感じで、まあネギ油ね、ネギ油入れて、やっぱちょっと味変して、これも美味しかったです。合う、まあ、ベースは豚骨醤油というか、でどっちもねちょっとしたこう油が入ってたりするじゃないですか、普通のラーメン屋だと。まあその感覚で、まあ、ちょっと入れると風味とか全然変わるんで、まあ、それはそれで美味しかったね。ね、今ねいろいろ高騰してる中、200円のコスパとしては、まあ、すごくいいかなと思います。他の味がとんとねちょっと気になるとこですよね。ただまあ麺はやっぱ、ね、安い麺なんで伸びやすい、普通のなんていうのかな、いつも食べてるようなこういつもじゃないけど最近あんま食べてないか、うまかっちゃんとか札幌一番味噌ラーメンとか
ああいう麺に比べるとめちゃめちゃ伸びやすい。もう めっちゃ水気吸っていって伸びやすいので、まあ、その辺結構注意ですかね。特に固めで食べる人だと3分とか書いてるけど1分も下手したらいらないんじゃないかなぐらい。ね、実際にはさ、こうやってザルに1回あげないと、自分の場合ね、こう1回ね、茹でてる、ね、なんてお湯のまんまスープ入れるとなんかね、昔なんかずっと食べてたせいか、なんていうの、こう戻そうとなってしまうんですよ。だから今ラーメン食べ方で今自分ずっとこれです。普通はね、お湯ね沸かして麺入れて、麺がちょっとある程度ほぐれてきたらスープの素入れてじゃないですか。それやるとなんかね、ダメなのよ。なんか昔は食えたんだけど今あんまり食えなくてっていう感じで、今ザルにね、こうやってやる感じになってますけど、まあ、これのはね、実際にはね、茹でた油とかそういうのが全部捨てて、スープはスープで入るので本来の味というか、それこそ本来の味になるというか、うん、美味しいです、そっちの方がね。ひと手間ではあるんだけどね、うん、まあとりあえず、まあ、気になった方はぜひ行数に行ってみてください。まあ行数以外にも多分売ってると思いますけど、まあちょっとね、お金がないとかちょっとコスパを求めるなら、まあ全然ありかなと思います。魚粉が好きな人だったら多分おおいいねみたいな、うん、だからこれに多分もやしとか入れてももしかしたら美味しいかもしれないですね、うん、それで 魚介というかちょっと二郎系の味に、まあ遠からず近からずじゃないけど、なんかそういうところもちょっとありますかね。はい、ということで、今日は以上でございます。ご視聴いただきありがとうございました。じゃあねー。食いついた。